創業明治6年、150年以上にわたって花火を作り続ける須賀川市の糸井火工です。この夏は30以上の花火大会から発注を受けていて、今は仕込みの真っ最中。その中にはもちろん、来月24日に開かれる地元須賀川市の釈迦堂川花火大会の打ち上げ花火もあります。7月入ってからもう現場の準備に入っていますね。ずっと一日中現場の準備をずっとしています。お客さんに喜んでもらうためにやっているので、やっぱこう夏見に来てもらった人たちには、やっぱ花火が良かったなとか、少しでもそういうふうに思っていただけるように自分たちはやっております。夜空を照らし見る人の心に残る夏の花火作りは9月まで続きます。